4番でも前付けの動き、5号艇西田康史、それに対して高枠1号艇小黒龍吾がガードをしていきまして、早くも1、5とスタートライン方向へ先を向けています。さらに6号艇長岡も3コースあたりを伺っているでしょうか。第2レースの予選競争始まっています。スタート1分前です。枠主張1号艇小黒龍吾です。昨日1走は道中熾烈な3着争い、惜しくも敗れて4着でした。動いて2コース、5号艇西田康史、準優へは本日1着3着か2着2着以上が必要となりそうです。スタテン同様、こちらも動いて3コース、6号艇長岡茂和、ここまで2着3本で 8.67、 3位につけています。そして2号艇海老沢康之、どうでしょうか、引くかどうかといったところですが、引いていきました。4角になっていきます。現在22位 5.67。5コースに人気の中心、3号艇重野聡、昨日連勝で今8位、今日後半はシード番組の1枠。大外6コース4号艇足立美穂、今日連勝で 5.75、 足立も今日後半は1号艇が待っています。第2レースの予選、人気は3番の重野から2番海老沢、6番長岡へ、インは100を超えて90あたりからの起こし、156ダッシュが234です。スタートを切りました。ここは外にて3号艇4号艇好スタートになりました。スリットが6号艇も届いていますが、1周1マーク握っていく6号艇3号艇その外を行きましたが、6号艇長岡3コースまくりが決まっていきました。スタートは前提正常でした。長岡を追って4号艇人気薄の足立美穂2番手、そして3番手5号艇の西田康史、その外に3号艇重野がいます。後方は1号艇2号艇が追走となっています。レースは1周2マーク、6号艇そしてコンパクトに回っていく4号艇の足立が2番手を確保していきました。上位6番4番そして3番手争い、ここは1周2マーク全速戦の重野が3番手に上がってきました。今回の方上位は6番4番3番となっています。レースは2周の1マークへ、6号艇の長岡から4号艇の足立、3番手3号艇の重野の内側を狙っていく5号艇の西田となっています。現在3番手4番手のところ、さあ5号艇西田が一気に差してきて追いついていきました。5号艇3号艇並走に変わっていきそうです。インコース5号艇西田相当半歩リードは重野聡となっています。2周2マーク注目3番手争い、5号艇の西田、外へ行く3号艇の重野、そして内側を狙って1号艇ですが、これは遅れを取っています。さあ少しバタバタしている3号艇重野、それに対してインコース経済コースを回っていた西田康史、西田が現在3番手です。目下のところ上位6番4番5番ですが、まだまだ3番手圏内は3号艇重野聡、3周1マーク6番4番回った後、5号艇の西田、その懐を狙った3号艇ですが、ここは差し込めずとなっています。なんとか3番手を守っている5号艇の西田康史、それに対して食らいついていく重野聡です。現在定間は2停進から3停進ぐらい、最後ターンマークへ向かっていきます。3コースからのまくり勝ち、シリーズ初白星へ6号艇長岡茂和、続いて4号艇足立美穂、3番手5号艇の西田、なんとか守りきったんでしょうか。まもなくゴールを迎えます。トップ6番長岡、4番の足立、5番の西田ゴールイン、後ろは3番1番ラスト2番の順でゴールイン。以上第2レース予選競争でした。第2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。2連単6番4番15,140円、2連複4番6番8,960円、3連単6番4番5番107,010円、3連複4番5番6番11,440円、以上でございました。ボートレースから2、今日開幕しました6日間シリーズモーニングレース、朝からから2、ズバッと鍋チャンネル。初日の熱戦も前半戦最後のカードを迎えました。
タライムから予選競争第6レースを行います。6レースのメンバーは1号艇埼玉小黒龍吾、2号艇兵庫藤岡俊介、3号艇埼玉岡部聡、4号艇東京高橋秀幸、5号艇東京渡辺武郎、6号艇福井竹越正樹、以上のメンバーです。内から1、2、3、4、5、6枠なりで並んでいます。1コースに1号艇の小黒龍吾、唐津は5年ぶりの登場となっています。今日の前半は4着でした。2コースが2号艇の藤岡俊介、3コース3号艇の岡部聡、引っ張って4号艇の高橋秀幸、去年の優勝は4回です。5コース5号艇の渡辺武郎、6コース6号艇の竹越正樹。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第6レース、角4コースから4号艇の高橋秀幸、好スタート。さあ、一進一番区はまず1号艇の小黒が回っていく。4号艇の高橋秀幸握って回る。5号艇の渡辺武郎がまくり刺していきました。4号艇の高橋がまくり切って先頭スタートは前提正常でした。角4コースからスタートよくまくって4号艇の高橋秀幸、まくり出しからポンときました5号艇の渡辺武郎。3番手は混戦、一周にマーク4号艇の高橋、2番手5号艇の渡辺、4号と回った後の3番手争いは2号艇を指して1号艇2番と1番が3番手争い。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク、トップ4号艇の高橋秀幸、2番手5号艇の渡辺武郎、そして3番手は1号艇の小黒龍吾。6番を回してから指した2号艇の藤岡俊介です。指しは入っていますが、6番の竹越も加わってきました。3番手争いは3艇が並走、2番、6番、1番です。2周2マーク、上位2人、4号艇5号艇とクリアし、そして3番手は2号艇の藤岡がスピードを持って回ってきました。後からの6番の竹節はわずかに届か、ここは2号艇の藤岡が3番手、上位体系4号2となりました。レースは最終周回、2艇審査は6号艇の竹越正樹、5番手に交代が1号艇の小黒龍吾、最後方に3号艇の岡部聡、最後のバック4号艇の高橋。カード4コースからまくり一撃でした。そして5コースからスパンとまくり出していきました5号艇の渡辺武郎。3番手争い3艇の中から振り切った2号艇の藤岡俊介、4号2です。この組み合わせ3連単のオッズ4号2は 19.9 倍です。最終コーナー4号艇5号艇2号艇と折り返し、第6レースまもなくゴール。先頭4番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、1番3番でゴールインです。第6レースの確定は1着4番、2着5番、3着2番以上でした。6選手がピットを離れて待機水面上へ登場しました。予選競争第2レースの開始です。1号艇は小黒龍吾、2号艇吉島義行、3号艇杉山勝政、4号艇久永翔平、5号艇久保田美希、6号艇若目井たらし、以上の対戦です。
スタートまでは1分を切っています。まずはインコース1号艇の小黒龍吾、昨日の初戦は3着と船券には貢献しています。今日は11レースとの2走です。2コースには2号艇の吉島義幸、このレースは2番の吉島が人気の軸になりました。3コースは3号艇の杉山勝正です。1番2番3番とへさきを返してスタート方向です。そして後方には3艇がボートを下げていきますか。6号艇の若目井正が4コース、そして5コースに4号艇の久永翔平、サイアウト6コースが5号艇の久保田美希、スタイルは3対3と分かれました。スタートまでは10秒を切りました。第2レース予選競争、進入体系内から1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。インコースから1号艇の小黒、そして4コース5コースも好スタート。6号艇の若芽衣が出ていって、さあ1マーカーまくり先制か、内を狙って4号艇久永まくり雑誌に構えてバックスレッジに入りました。さあここは先頭争いになるか。6号艇の若芽衣内側から4号艇久永、さらには内を通って5号艇の久保田も上がってきました。スリット裏から1周2マーク、スタートは前提正常でした。さあ2マークは6号艇の若芽衣がトップで運んでいきます。その後ろ5番4番競り合う格好となって直線コースです。内をついて2号艇の吉島が2番手浮上と張って体勢は6番2番となりました。先頭6号艇の若芽衣、2番手は2号艇吉島が現在はリードしています。その後ろ3番手は外4号艇久永、内は1号艇の小黒と3番手争いは接戦で2周目第1ターンマークです。6号艇若芽衣先頭、2番手は2号艇吉島旋回、3番手は1号艇の小黒がここは3番手浮上を果たしてくるか。内寄りからは4号艇久永も食い下がりまして、上位体勢は6番2番ですが、3番手争いは2艇が並走状況が続いています。2周目2マーク、6号艇若芽衣が先頭、そして2号艇の吉島が2番手、3番手争いからは4号艇の久永が今度は上がってきました。4番の久永が3番手浮上で、体勢は6番2番4番で最終周回に入ります。その後ろは低間隔3、4停止に離れて5番の久保田と1番の奥呂並んで、最後方は3番の杉山が追っています。最終周回の第1ターンマークを旋回、最後の向こう正面に入って前3艇は抜け出しました。先頭は6号艇の若芽衣たらし、2番手は2号艇吉島義幸、3番手4号艇久永翔平で、体勢は6-2-4でラストコーナーを迎えます。角4コースからのまくりでした。6号艇の若芽衣が先頭で最後の直線コース、2号艇の吉島2番手、そして4号艇久永3番手、第2レース予選まもなくゴールを迎えます。先頭6番若芽衣1着でゴールイン、2着は2番の吉島、3着4番久永ゴールイン、1番小黒、5番久保田、3番杉山ゴールインです。6選手が登場して一般戦第4レースが始まりました。5号艇の鈴木が動きを見せまして、作戦待機行動、現在は内から 1-2-3-5-6-4 と並んでいます。対戦メンバーは1号艇小黒龍吾、2号艇長野道夫、3号艇本部恵美、4号艇生間飛雄、5号艇鈴木勝弘、6号艇池田浩二、以上の対戦です。スタートまでは50秒前になりました。イン1コースは1号艇の小黒龍吾、
今日は9レースとの2走でまずは高枠の一戦。2コースには2号艇の長野道夫。長野は後半は10レースの準優勝戦が待っています。3コース3号艇の本部恵みでここまでがスロー。後方には3艇がボートを引いていきます。5号艇の鈴木勝弘が4コースの角1、そして6号艇の池田浩二が5コース。鈴木、池田、この両選手は後半はともに12レースの準優勝戦に再登場です。そして最アウト6コースには4号艇の生馬飛雄。このレースはチルトは 0.5 度で臨んでいきます。スタイルは3対3と分かれました。人気は6号艇の池田が集める一戦。第4レース内から1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。センター3コースから3号艇の本部がスリット先行しました。1周1マークへ向かっていきますが、まずはインコース1号艇の小黒が逃げて内狙って2号艇の長野、内からは5号艇鈴木が差し込んでバックスレッジへ入っていきます。陰線1号艇の小黒わずかにリードを取ってスリットから一定審判前へ出ました。スタートは前提正常。2番手現在5号艇鈴木、外から一定審査6号艇の池田が追って1周2マークの攻防です。1周2マークは1号艇小黒が先行ターン、2番手5号艇の鈴木が内を狙って前1号艇小黒の懐を捉えてきました。直線コース5号艇の鈴木、1号艇の小黒を捉えてセントラスイ、現在時計前ではわずかに先頭に立っています。2周目男子ターンマークへ向かっていきます。2周目1マークは内寄りから5号艇の鈴木が先取って1号艇小黒、ここは攻め手がなくここで逆転しました。5号艇の鈴木勝弘が先頭リードを2停止3停止広げてバック中央、2番手は1号艇小黒が追いまして後ろを離れて6号艇の池田が単独3番手、上位体制は5番1番6番となって2周2マークに移っていきます。5号艇鈴木が先頭で2マークを旋回、1号艇小黒が2番手、そして6号艇の池田が3番手。前の体型は5番1番6番で最終周回へと移っていきます。3番手4番手は差が開いて後ろは4番の生馬、2番の長野、最後方3番の本部が追っています。前提が最終周回に入りました。先頭は5号艇の鈴木勝弘、2番手は1号艇小黒龍吾、6号艇の池田浩二が3番手、上位は5番1番6番でラストターンマークに移っていきます。道中追い上げての逆転劇でした。5号艇の鈴木勝弘、この後は第12レースの準優勝戦に再登場です。ラストターンマークもトップで旋回、2番手1号艇の小黒が追走、6号艇の池田が3番手、前は5番1番6番で第4レースゴールインです。先頭5番鈴木ゴールイン、2着1番小黒、3着6番池田ゴールイン、4番生馬、2番長野、ラストは3番本部ゴールインです。初日の競争は前半戦早くも波乱含みの展開となっています。水面上は予選競争第3レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇埼玉小黒龍吾、2号艇兵庫和田拓也、3号艇佐賀赤峰和也、4号艇愛知岩瀬雄介、5号艇大阪沢田明宏、6号艇東京北山光介、以上の6名です。先ほどまでは多少風が吹いていた水面状況でしたが、現在はスタートライン上ほぼ風は収まってきています。コースは枠番通りで決まっていきます。1コースが1番の小黒、
一本持ち、今シリーズは30日の休み明けとなります。1番の小黒です。2コーススタート力へ上回ります。2番の和田、3コースに3番の赤峰、前節の優勝モーター転しました。4コース角市場、4番の岩瀬、ここ2節連続優勝中と絶好調で乗り込んできました。5コースには5番の沢田、こちらも休み明けとなります。休みは残しての一本持ちとなります。6コース6番の北山が、こちらは30日と休み明け。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2、3コース、コーススタートを切りました。2人、1コース1番の小黒は少し伸び返しますが、2コース2番の和田がまくって、これに乗っていったのは4番の岩瀬。岩瀬が真ん中割るような形になりますが、先まくりから2番の和田が抜け出して先頭。そして2番手は1番の小黒を残しています。接戦になりまして、内からは6番の北山も2番手らしい加わっていきます。スタートは前提正常でした。2番手6番の北山に対して外を回る1番の小黒はターン流れに、4番の岩瀬が打ちをつく。サッシがさあここは届いてきました。4番の岩瀬がインコースアウトコース6番の北山を捉えて、ここでわずかにリードを取ります。レースは2周目です。先頭2番の和田は4停止リード、2周1マークの旋回です。2番手4番の岩瀬の後ろ、内をついて6番の北山、差しは届いていません。その後ろ外を回った1番小黒は4番手交代です。ここで2番手は4番岩瀬が2点進リードを取ります。6番の北山、そして内側狙って1番の小黒で2周2マークの旋回。さあ今度は内側飛び込んでいく1番の小黒、これはかわされています。4番岩瀬がかわして、刺してかわした6番の北山。ここで1番の小黒だいぶ3番手とは差がつきました。ここで3、4番手は3点審査、1番の小黒4番手、後方3番赤峰5番手、5番の沢田最後方で最後の1マークです。ここでも前の2人かわして、2番手は4番岩瀬、3番手6番の北山、最後のバックストレッチへと移ります。2コースまくりで抜け出しました。先頭2番の和田拓也、そして2番手追い上げました4番岩瀬、6番の北山3番手、3、4番手差は3、4点審と広がって、最終ターンマークの旋回、最後も3番手6番の北山守り切ります。先頭は2番和田五輪、4番岩瀬五輪、6番北山五輪、1番小黒五輪、3番赤峰五輪、5番沢田五輪。最終日の競争、後半戦はさらに陰の強い展開となってきています。水面上は第9レース戸田特選を迎えました。対戦メンバーは1号艇埼玉小黒龍吾、2号艇愛知渡辺正史、3号艇岡山小宮敦史、4号艇愛知杉原貴俊、5号艇三重中村森重、6号艇東京相原俊明、以上の6名です。6艇バックストレッチ側、まだ各艇がゆったりとした動きです。このレースもコース枠番通りで並んでいきます。1コースが1番の小黒、初日以来の陰線となります。ここはスタートが重要、一本持ち1番小黒が1コースから、2コースに2番の渡辺、人気は内枠両者からですが、若干2番の渡辺が人気では上回っています。3番の小宮3コース、こちらも一本持ち、鍵はスタート。4コースから1は4番の隙柄、前半戦は今節3本目の2着でした。5コースが5番の中村、2日目以降は連帯外していません。そして6コース6番の相原、前半戦幕売り座しての勝利。最終日外枠2走でインコースから1番2番3番4番5番6番です。
スタートしました。1コース1番の小黒は遅れてしまいました。3まずは2コースから絶好の形は2番の渡辺が出ていく。抵抗する1番の小黒ですが、2番の渡辺がまぐきり切る。3番の小宮が打ちをつく。外を回ったのは4番の隙柄。ここは2番では4番の隙柄が抜け出す。続くのは5番の中村、内から3番の小宮、3番手は水です。スタートは前提正常でした。1マークではややもつれまして、6番相原は1人最後方。2マークの旋回3番手は3番小宮、先に丸も差しが届いて5番の中村、内からかわします。レースはこれから2周目。先頭2番の渡辺は早くも4点進リード。2番手追走に4番の隙柄です。3番手は5番の中村、外から2手審査3番の小宮。2周1マークの旋回内を締めて回ります。5番の中村、それでも内をつく3番の小宮、差を詰めにかかります。バックテレッジでは3番手5番中村の後ろ、だいぶ差が詰まって1手審査追い詰めていきます。3番の小宮サイドアウトへと持ち出して2周2マークの旋回です。先行する5番の中村、もう1回打ちをついて3番の小宮、まだ並ぶところまではいきませんが、その差は1手審判ぐらい。これから最終周回です。焦点は3着争い、5番の中村追いかける3番の小宮、サイドをアウトコースへと持ち出します。さあこの1マーク5番の中村に対してもう1回角度をつけて3番の小宮、さあここはさらに差が詰まりました。その差が1手審。最後のバックテレッジ5番の中村のインコース、3番の小宮まだへさきはかからずというところ。さあもう1回外へと持ち出して最終ターンマーク、先頭2番渡辺、2番手4番隙柄、5番の中村、角度をつけて3番の小宮、最後は届きませんでした。先頭2番渡辺ゴリ、4番隙柄ゴリ、5番中村ゴリ、3番小宮ゴリ、1番小黒ゴリ、6番相原ゴリ、